こんにちは、アッシュです。今回も野球やっていこうかなと思います。今日のヨッシー使おうかな。結構ヨッシー好きなんだよね。で、相手はね、決めてるディディコング。なんかどっちもちょっと愛嬌キャラだよね。これでいこう。だって私レベル4にまだ1回も勝ったことないんだよね。なんで今日初勝利目指します。キャラどうしようかな。お、ヨッシーいいんじゃん。いろんな色のヨッシーいいのかな。まあ、キノピオ行こうか。キノピオ、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 キノピオ。こんなバリエーションいる？キノピオに。ノコノコならわかるよ。この子は。あ、この子も、そんなバリエーションいる？そんな、主要キャラだっけ？あ、一体ミー入れようか。あ、一体シンちゃん入れとこうか。シンちゃん入れといて、オッケー。これで私のキャラ完成だね。で、次。相手はね、まあ、ディクシーコングいるよね。え、すげえ。あ、こいつもそんな？そんないる？あ、ヘイホーとかめっちゃいるもんね。さあみんな、任天堂の予算がなかった場合のマリオだね。ヘイホーの色違いで埋めるみたいな。やってこう。勝ちたいね。でもだいぶ私結構これね、あ、待って、粘着つけるわ。最高。私結構4回目ぐらいなんだよね。なんでだいぶ操作覚えてきたね。見て、ドンキいる。森の守り神みたいな。先行がいい。来ました。撃とう。わあ、なんか変なギミックあるな。撃ってた低予算戦のマリオゲーム。みんな同じか、こういいよ。私が撃ってやるよ。さあ、どうやって撃つんだっけな。オッケー、来た。振るんだよね、ちゃんと。ここ危ねえ、ディクシーコング、なんか、これ足の速さとかもあんのかもしんないね。いやー、熱すぎ。なるほど。オッケーよ。だいぶ分かってきた。なんかディクシーコング速いイメージだね。さあ、低予算来ました。まずここは、こう！いいんじゃない？これは、当たりは良かったけど。さあ、来ました。こう！いや、いいね！いや、全部当たり自体は悪くない。手応えは確実にある。ただ、運がちょっと悪いな、みたいな。やめて、その、ちょっと喜ぶの。うわ、来た、ヘイホー。ディクシーコング、ディディコング。ディクシーいるゲーム少ない。なんか、樽流れてるのが気になるな。いきます。これ、ちゃんとウィリムこう振りかぶってなきゃ、何？うおー、すげえ！めっちゃ吹っ飛んでたね。さあ、絶好調です。オッケー。これ必殺ボール投げようか。いやー、しょうがない。いやー、一人だけだか。部外者いるな。なんか幼稚園児紛れ込んでんだよな。まあ、しょうがないか。ここマジ打たれたくない。インコースで詰まらせる。いやー、頼む、部外者。オッケー、危ない。あの樽何？これダブルプレイとか収めたいな。さあ、低予算。赤モンテ。じゃあ、あれが青モンテ、黄モンテかな？どうしよう。バント？ちょ待って、動揺してる、動揺してる、動揺してる。ちょ待って、クリン、どうしよう。オッケー、来ました。あ、待って、これってずっと無限にいけんじゃない？攻略法見つけちゃった。ほら、やれよ、バント。バントやれよ。ほら、バントやれよ。ほら、やれよ。まだまだ1点ならいける。全然いける。くっそ。いや、でもバントの対策分かったね。こういいね。これも必殺技打っちゃう。あぶねえ。レインボーアーツ打たれたんだけど。いや、これ詰まらせたい。インコースで。しんちゃん、まだ2点差ならなんとかなる。2点差ならなんとかなる。やっぱ防御面が圧倒的に弱いんだよな。すげえ。いや、モンテ一族に荒らされる。くっそ、埼玉ベニサソリ隊の次の3人組はこいつらなのかもしれない。うーわ、ちょっと待って。ちょ、みんなガチ分かったやり方。マジ分かりました。ちょ、もう一回やらして。さっき負けました。いきます。当たり自体は全部良かった。ここ、オッケーオッケーオッケー。遅いだって。ちょっとワンテンポ早めに。ここ悪くないんだよな。全部悪くない。運がないだけなのかな。さあ、みんなあれ見た？ダウンタウンの運勢ランキングみたいな。なんか、乙女座5位とか、AB 型8位みたいな、そういうのがあって。ちょ、貼っとくわ、画像。みんなどこにいる？こんなの当てになんないけどな、正直。難しいっちゃよ。俺は神には祈らねえって、ロロノアゾロが。ここ！
ち込んでる。え、こんなショットあるんだ。いや、この一点はデカすぎるな、あまりにも。ヘイホかわいすぎでしょ。いや、デカすぎ、デカすぎ。え、なにこれ。あ、なんか、お前か。バットが、なんか持ちづれえな。まあ、しょうがない。これバット悪い。次誰？あー、俺が行くよ、みたいな。しんちゃん頼むよ。しんちゃん、もう一点欲しい。いやー、どうも、何アウト今。ツーアウトか。一点、は、いや、割と打てるな。初見であれ打てるなら、次来たらもっと打てるな。いやー、これは好き。ガチうまい。え、うわー、私の守備力的にこれガチうまい。私これガチうまい。え、もう一回それ投げてきて、頼むよ。あー、まあ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 、これなんかバフンがすごいんだよね。頼む。いいね、しんちゃん。あと1点欲しい。誰次。いやー、キノピオか。頑張ってね。すごい、自分のマークつけちゃう、シールつけちゃう。 DS にシールいっぱい貼るタイプの子供だったんだね。いやー、危ない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 。もう1点。危ねえ、しんちゃん余計なことしないで。本当におとなしくアクション画面見てて。いや、これガチ得意。でもちょっとなんか左右のあれが悪いな。しんちゃん、いい、そう、余計なことしないでね。ディディめっちゃ牽制してくるね。舐めすぎー。頼む、しんちゃん待って、しんちゃん待って、しんちゃん行ってくれ。うん。なんかギリギリかと思ったら余裕だ。お前やめろ、その余裕を。この1点守ろう。みんなで多く取る野球じゃない、みんなで1点を守る野球にしよう。私、このふわっとボール打たれないんじゃない？え、これ結構攻略法かもしれない、もしかしたら。みんな一応ふわっとボールだけで攻めてみていい？お、ストライク判定なんだそれ。いや、ふわっとボール、やばいやばい、しんちゃんバフンでやられてる。起きて。ふわっとボール割と必勝法かもしれない、これ。やめます。頼む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 。なんでキノピお前が走んねえんだよ。まあ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 、これどっかでボタンで入れ替えれたんだけど覚えてないな。これ全部必殺頭打ちます。これ打たれないでしょ、レインボーアーチ。キモすぎ。危ねえ、全部これでいこう。全部レインボーアーチでいく。キモすぎ。ああ、私の魂の一点が。どうしよう。やっぱ守備課題だよね。どうやったらみんな打たれないの。キモすぎ。いや、いける、しんちゃん頼む、絶対取って。ありがとう。ハウトでしょ今。ちょっとスローどうぞ。いや、マジしんちゃんに助けられた今のは。さあ、これも全部必殺技で決めよう。ここ0点に抑えたい。普通に打ってくんだよな。頼む、アウトになって。まあまあ1点差ならいけるか。ちょ、ピッチャー変える。これ守備一応交代できるんだよね。一回野原出してみる。野原いける、君。野原お前いけるって、お前って呼びしそうだった。危なかった。オッケー、早い。え、早い。いや、満塁策取ろうか。なんで下伸ばすの。なんでちゃんと取って。いや、もう今野原なら取ってたよ。なんで下伸ばすの。もうそういうの求めてないだって、ミセプ。頼むよ野原。いいね。まあ、3点差ならギリだね。もう上げれない。もうこれ以上さすがに無理。いや、まだいけるかな。いや、悪くないのから、あいつが悪い、ヨッシーが。3点取ろう。いける。すごいな、笑い方。いやー、いや、これいかない、いかない。掴んできたな、私だいぶ。
ね、この次の人のバットが嫌なんだよね。オッケー、あのふんわりボール投げてほしい。それは次ガチ得意。やっべえ、魂の舐めすぎフェスティバル。それは打てるんだよね。まあこれ二塁いかないわ。さあまだ諦めてない、全然諦めてない。いい、渡り自体は全然悪くない、全然悪くない。1点返そう、せめて。これ曲がりよ、読めすぎ。まあ打てるとは言ってないけどね。バカが、やばい、やっちた。すごい、信号機になってる下すごい揃えたかのような信号機になってる。待って、あぶねえ。やっぱヨッシーでいこう。いや、ここゼロに抑えたらマジで全然ある。頼むヨッシー、君の下伸ばしが割と今回引きずってるよ。ここなんかしんちゃんの方が球速く、レインボーアーチ行くわ。レインボーアーチで打ち取ってほしい。レインボーアーチ普通に打たれちゃうんだよね。いや、これみんなにちょっと守備のやり方聞こうかな。攻撃面は悪くない気がする。いいね、これゼロに抑えたい。ダブルプレイ、ダブルプレイ、何にやってんのまあ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 、でもああいうとこではね、ごめんなさい、今のは普通に反省します。やばい、まだやばい、頼む、間に合って。みんないけるかな。よし、頼む。一回まずホームラン打とうか。一回ホームランで様子見ます。いい、かわいいね。よひー。いくよ。それをこれで打ち返していく。弱、弱、弱。まあ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 、オッケー。いいね。必殺技を必殺技で返す。まだあると思うんだよな。この中で諦めてるやついるみたいな、なんか東京リベンジャーズみたいな。ちょっと無言でやるわ。お前が世界を変えろ、甲子園に行くんだろ。さあみんな満塁、満塁、ガチで無言で本気でやってる。ちょっと喋んないよこっから。あ、可愛い、ヘイホー。お、みんな見て、相手ピッチャー変えてきた。満塁だからかな。頼む、落ちて。うーわ、激アツ。いや、もう行って行こう、もう行って行こう。来てる、マジで来てる。ずっと無言でやってる。バカがー、見て、みんな喋る余裕なんてね。来たー、これ何点差になってる、何点差。9度、追いついた追いついた。あるで、あるで。いや、ここ抜かそう、それしかねえ。9対9、バカがフェスティバル。オッケーよ、オッケーよ。いや、二塁行こう、二塁行こう、二塁行こう。いや、これマジ一点欲しい。抜かそう。こっから喋ります。本気で。いや、三塁にいる。このヨッシー返そう。このヨッシー返すしかねえ。いや、打たないわ、これ。変に打つより、ここでストライク。打たないわ。いや、打つか。いや、頼む、しゃしゃ、10対9勝った。勝ってないけど、まだ欲しい、まだ欲しい。お前ならいけるよ、野原。オッケー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 。
オッケー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 。うわー、谷自体はでかすぎる。方向なんだよな。これは無理、しょうがない。いや、取ったね。何それここで10対9。いや、マジどうしよう。これリアルに多分スタミナっていうものがあるんだよね。これガチで勝ちたい。変えた方がいいかな。だから変える相手がいないんだよな。野原に任せてみっか。いけっかな。これガチ勝ちたいな。これで頼む。この早い球で押し切ろう。よし、ナイス。いや、どうしよう。いや、みんなどうしたらいい。やっぱヨッシーの必殺技まず欲しいよね。ってことはレインボーボール頼む。トリプルプレー頼む頼む。しんちゃん頼む、早く投げろって。いや、まだ負けない、まだ負けない。引き分けに抑えよう。レインボーボール頼む。よし、トリプルプレー。ここで満塁策と。左、これでめっちゃ一回左で寄せる。もう一回今の球。これで決めよう。悔しすぎる。やっぱ守備だな。全てが攻撃面良かった。いや、めっちゃ悔しい。めっちゃ頑張ったな。みんなコメントで守備の方法教えてくれなさい。お願いします。バイバイ。